なんだこいつらマジで邪魔くせえな。こんな学生服着てよ。こんなコロナの時にそんなみんなでよく出かけるよな。修学旅行っつうの？もう迷惑なんですけど。もう邪魔くさいわ。一般人のこと思うなら、中止だ中止こんなもん。もうね、学生は教室校で勉強しとけ。ほんとに食ったらねえな、こんなもんさ。お客様すいません。すいませんお客様。私ですね、こちらの駅員なんですけども、申し訳ございませんけども、学生の皆様がですね、ちょっと怖がっていますので、こちらの方ご協力をお願いしたいんですけども、はい。いや、怖いのはこっちですけど、こんだけ団体で来られて、はい、コロナになっちゃったらどうすんのとか、いろんな恐怖は僕にだってありますよ。はい、そうですよね。なんすか。それもおっしゃるのはわかるんですけども、一応修学旅行の方がですね再開ということで、新幹線こちら特別で、臨時で、ね走らせさせていただいておりましてですね、学生の皆さんが利用するということになっておりますので、いやいや、くだらんくだらん。はい、どうせこんな団体で旅行行って仲良くなりましたなんて、はい、そんなの綺麗事だなんて言っとくけど。はい、こんな言うてもいじめは消えない。こんなみんなで仲良くしようよ、そんな効果ないんだから。こんなくだらないしきたりよ、ね、俺だって修学旅行行きたかったけど行けなかったってもあるけどよ、はい、何も魅力ないよ。こんな学生たちに黙って勉強して就職しろっつってんだ。お前らじゃ自衛隊もいいんじゃない、公務員とかいいんじゃないの。もう高校逆に辞めちゃってみんな働け。こんなくだらない団体でさ、先生の頭もどうかしてるけどな。いや、目やったら先生どうだ、言いたいかったら来いよ来いよ来いよ。そんなね、学生に呼ぶよ、てめえ。話聞いてたら勝手なこと言いやがって。もう一遍言ってみろよ。こんな修学旅行意味ねえっつってんだよ。お前それ本気で言ってんのか。修学旅行に行けなかった学生たちの気持ち考えたことあんのか。いや、それはお前は学生の頃修学旅行行っただろ。どうだあの時の思い出は、今も思い出すんじゃないのか。楽しかったよ。そうだ、何の勉強にもならなかった。そうか、本当にそう思うか。この学生たちはこの時代に生まれて、学生として思う存分に楽しめなかった。辛い辛い日々を乗り越えて、ようやく今こうして修学旅行へ行けるんだ。なのにお前みたいなやつに、これ以上学生たちの楽しい青春を奪われたくないんだよ。これ以上苦しめて、苦しめるようなことはしないであげてくれよ。どうやら俺が、妬んでたみたいで、正直羨ましいんだよ。なんか俺だって学生戻りてえなって思うと思うし、申し訳ない。それはみんなごめんな、大きな声出してごめんな。じゃああとはよろしくお願いします。学生の皆さん、少し聞いてください。私、こちらの駅員をやっております、たくあんでございます。皆様がこのような形で修学旅行ができること、心から嬉しく思っております。コロナが始まり、何も楽しめなかった日々が続き、この3年間修学旅行が中止ということで、皆様が笑顔で改札を通るそんな姿がもう見れないのではと心から悔やんでおりました。しかしこのような形で皆さん修学旅行ができること、列車を走らせることができてすごく嬉しいです。本日から2泊3日、皆様も笑い声がこだまするように、そして皆様の足元がより光に照らされるように、私たち鉄道員が皆様の望みを皆様の望みになれるように、心からご乗車をお待ちしております。皆さんありがとうございます。これからもご乗車お待ちしておりますね。楽しんでくれよ。あ、もうちょい OK、 ここまで。そうだね、が、まあ、ここら辺にいる体で学生になんか絡んでる感じですか。あ、はいはい、あ、そういうことね。おい、どこ行くんだよ。